リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、今日はなんかすごい不思議な光景からお送りさせていただいてるんですけれども、今日はですね、パワーストーンのお話でございます。まあ、私が好きでね、集めているパワーストーンなんですけれども、まあそちらをね、今浄化しております。これ下に、はい、こんな感じでね、これ青磁の葉っぱがあって、その青磁の葉っぱをね、炊いて、その煙をね、自分の、パワーストーンにね、煙をまとわせてっていう形で。で、この後何をするかというと、ここにね、パワーストーンの、まあ、置いてる場所があるんですけれども、このパワーストーンの置いてるところの、このサザレ石っていう、まあ、パワーストーンって言うとね、なんかスピリチュアルな聞こえ方すると思うんですけど、まあ、お守りみたいなもんです。で、まあ、私はそのお守りをね、使っていてっていう形です。で、まあ、お守りを置いとくベッドみたいな場所があるんですけれども、それがこのサザレ石と、この、水晶のね、この原石なんですよ。で、これを、まあ、今、洗って、流水で洗って、まあ、お塩とかでね、ちょっとお清めしながら、洗っていくというだけの動画になります。はい。で、ここにね、ポケモンのこうグッズをちょっと置いてるんですけれども、そのポケモンのグッズを置けて、石だけ洗っていこうかなと思います。じゃあ、石をここに入れていきましょう。でね、なんか、ちょっと遊戯王とかもね、カードをちょっと整理してたんで、なんか置いたままですけれども。よいしょ、とりあえず、あ、火が消え始めてるんで、ちょっと火をつけて。よし、こんな感じ。じゃあ、その作業やっていこう。ポケモンのね、グッズ関連は、ここに置いていけたらなと思います。よいしょ。で、これがね、使ってる青磁の葉っぱです。もう結構少なくなってきてます。さあ、青磁の葉っぱをね、炊いたやつをまとわせながら、ここにね、サザレ石を、サザレ石だったり、あと、あそこのね、ベッドのところに置いてるものをここに入れていきたいと思います。よいしょ。まだ、これ、パワーストーンのブレスレットがありましたね。はい。これは石ですね。で、一緒に置いてあった皿も洗うものなので洗って、あとはアクセサリー類ですね。指輪だったりとか、ここネクタイピンですね。この辺はとりあえずここに置いておきます。よいしょ、置いている、オブジェをね、こんな感じでちょっと置いときましょう。よいしょ。さあ、サザレ石がね、大量にありますので、そのサザレ石をこれに入れていきましょうか。よいしょ、あそこに置いてあったイヤホンとかね、よっけて。よいしょ。でね、なんか下に敷いてるマットですね。これはどこでもらったんだったかな？あ、グリーンタワラさんですね。なんかのフェスの時にもらったのかな。少しパワーストーンをね、見たりする時に行かせていただいていたお店ですね。で、もらったやつですね。よいしょ。さあ、あとはね、流水で洗っていきましょう。じゃあまずこのね、トレーから洗っていきます。よいしょ。トレーを洗っていきましょう。こうがいいですね。軽く洗剤もつけてね、洗っていきましょう。
こうやってね、やっぱりパワーストーンだったりちょっと手間をかけてあげることによって、私的にはなんか、なんていうんですかね、運気が少し良くなったりとか、そういうのがあるんじゃないかなって思っております。こういう少し手間暇もねかけてあげるのがいいんじゃないかなと私は思っております。よいしょ。ではあらかた拭きまして、よし、 OK。 さて次はこのねサザレ石を洗っていきます。これ米研ぎ用のやつなんだけどね、洗っていきます。まずこのお皿からね洗っていって、って感じかな。こうやってね、あの流水に使ってるとですね、これはこれで石が綺麗ですよね。まずはね、大きい石関連のところをちょっとこんな感じでね取りましょう。この辺ね、なんかあれなんですよ、あのこれガラス玉ですし、トンボ玉だったかな、だしこれはなんだっけ、ローズクォーツの原石の何かのねもので出てきたやつで、これもなんかこうタイガーアイのやつで、これね、おじいちゃんが亡くなった時に、おじいちゃんがねすごい生前大事にしてた、なんて言ったらいいんだろう、あれ、それは数珠だったかな、普通に、まあ、パワーストーンみたいな感じの、まあ、ブレスレットがあるんですけれども、それを焼いた時に残ったやつです。残んなかった石が多かったんですけど、その中でも残った石があったので、もうおじいちゃんがね大事にしてたやつなので、1個もらうよって言って私がもらいました。石焼き芋の販売の車が来てますね。さあこの辺はこんな感じで拭いておきます。ちょっとあっちに置いていきます。よし、じゃあ残りのこの原石の方のねものを洗っていきましょう。これはねアメジストでございます。私アメジストが好きなんですね。それでアメジストのねこういうのを集めていました。でこれを今のそのベッド代わりにねしてまして、ベッド代わりっていうかね、そのパワーストーンを休ませる場所として使っております。そうで、このね、私のチャンネル見てくださってる方って多分ペットのね動画が多いなっていうのと、まあリンドさん、まあゲームとかね仮面ライダーとか好きだなって思ってて、でしかもこのタイミングでパワーストーンまで出てきて、あんた何が好きなんってなりそうですけれども、もう全部好きですね。なんか多趣味ですね本当に。こんな感じでもういろんなことが大好きで、でまあパワーストーンに関しては本当私的にはお守りですね。自分の身を守ってくれるっていうところで、お守りとして、でまあ効力があるんですかとかって言われると、それは信じてあげるか信じてあげないかっていうところなので、その効果があるかどうかって思う場合はまあ手を出さなきゃいいんじゃないですかねっていうのが私の見解です。で私はまあ効力があったかって言われると分かんないです。でも心の支えだとか、気持ちの支えにはなってるなと思っています。なので私はまあパワーストーンをね信じてあげて、こんな感じでね、綺麗に保ってあげてるっていうところですかね。でね、ずーっとこうサザレ石も普通に置いておくと、なんて言うんでしょうかね、
ホコリとかがね、ついてしまうんで、こうやってたまに洗ってあげてます。トレーの方はね、結構ホコリで汚れてたんで、ちょっと洗剤つけてあげましたけど、こっちの石に関してはちょっと洗剤つけるのはちょっと違うので、ほんと、これを研ぐような感じで、洗ってあげます。荒かったの洗い終わりですかね。あとはこれをね乾燥させて、また設置していきたいと思います。ということで一回ここで切って、乾燥させていきます。はい、ということで洗い終わりました。そして乾燥も終わりました。こんな感じですごい綺麗になったね。綺麗じゃないの、ね、ここ薄暗い場所なのでちょっと見にくいかもしれないけど、こんな感じでね、はい、洗い終わりました。では早速ね設置したりしていきましょう。まずこれ置いて、で他のね置いてあったオブジェを先に置きましょう。あ、置くとポケモンの回復音が鳴ります。まあそれに関してはね置いておく必要あんまりないんですけれども、あ、また鳴っちゃった。それはね、あれなんですよ。あれなんですよって言ってもわかんないよね。ポケモン GO と連動したり、あと、ポケモンレッツゴーピカチュウ&イーブイでね、連動したりする、モンスターボールでございます。そして、ここに、ムーマさん。ムーマの中にはですね、実は、アメジストの、置いて閉めます。よし、次はい、次はねサーネットです。私のね嫁ポケと呼ばせていただいているサーネット。でサーネットにはあとこのアメジストのネックレスがねぶら下がってます。ただこれはもうブレスレットネックレスとして使えないんで置物です。そしてここにいつも通りこれと、そして私が使ってるイヤホン、あ、また鳴っちゃった。鳴りすぎやでって思ったけど、まあ触ったから鳴るんだよね。はい、ではこの辺にピカチュウ、そしてこの辺にヤバチャ、これヤバチャのね指人形ですね。そして、シェイミさん、私の大好きシェイミさん、そしてイーブイ、そしてよいしょ、ここにね、ミュウを置いてあげる。ミュウ置けねえな。ミュウがうまく置けねえな。よいしょ、ミュウ。そしてここに、ニフィちゃん、うまく置けない。ニフィ。そして、ここにで、これはこのイヤホンね実は2個あって、もともとね白を使ってたんですよ。なんですけど充電器なくしちゃって、充電器のこのケースの部分がねなくなっちゃって、それで青いのを買って、で青いのはちょっと後で使って、いつか使って、今は白いのをずっと使ってます。音質変わらないのでね、そんな感じでした。よし、そして、はい、あとあれだ、奥の忘れてるやつ、
ここのね下にこの、ブレスレットをねオブジェとして置いてます。でこの辺によいしょ、こうしてこうしてこうかな、とこことで、ヤバチャバこんな風に、そしてこれね、なんかすごい綺麗に置いてた記憶なんだけど、どう置いてたかな、この辺後でいいな、サザレ石置いてから、サザレ石をねこの上に敷いていきます。ちゃうね、まあ、後でいいかな。で、刺され石を使う。こんな感じでね、少しずつ移動させていってって感じですね。よしよしよし。あとは設置をねうまくしていきましょう。これをこんな感じで、落ちないようにゆっくりこう隙間にね入れていって、でこの辺もね隙間に入れていって、この辺もね隙間に、一番ね、ちょっとお守りとしての、役割というとあれですけれども、お守りらしいお守りとして使わせていただいているのが、この龍眼天珠と呼ばれるものです。これはね、ここに置いてます。で、ここに、はい、もう一個の天珠。そしてこの辺にね、こんな感じで、でこっちにこれを置いて、こんな感じですね。でこれなんかね飾り付けみたいな感じで置いてたんだけど、ここに2つ埋めといて1個ここの間かな、ここにこういう感じでタイガーアイと一緒に挟んどくかな、ふいっ、そしてこうしてやると、よしよしよし、よしよしよし、こんな感じですかね。はい、綺麗にまとまりました。こんな感じでね、時々なんですけれども、洗ってね、また設置し直して、って感じですね。まあ、するかしないかっていうのはもうそれは人それぞれなんですけれども、私はなんとなく、まあ、してるっていう状態でございます。はい、というところでね、今日の動画はちょっと珍しいお話ではありますけれども、珍しいお話というか珍しい動画ではございますけれども、うちのねパワーストーンの、お話でございました。はい、こんな感じでね、私の趣味もねちょいちょいアップしていこうかなと思ってるんで、よかったら見てみてください。
ください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。